あとは松竹竹雄です。はい、ということで本日はですね、タウンホール14の方ですね、かなり久しぶりになるんじゃないでしょうか。まあ生放送とかではね、結構使ってたりするんですけれども、こちらの本垢でね、今回はこちらドラゴンライダー、クイヒードラゴンライダーをね、見ていきたいと思うんですが、これね、ほんとね、ドラゴンライダーね、結構前にドラゴンライダーが出た当初、ドラゴンライダーばっかり使ってる人、クイラバマを使えみたいな動画上げたんですけれども、誠に申し訳ございませんでした。ドラゴンライダーめちゃめちゃ強い。でね、こんなツイートしましたところね、こんな返信が返ってきておりました。はい。てな感じでね、はい、クイラバもね、しっかりやっていくんですけれども、今日はね、ドラゴンライダー、主役でいきたいと思いまして、攻撃ログなんですけど、見てください、このちょっとね、ここら辺の事故ってるやつはね、パーティーウィザードが来てたんで、イベント攻略のためにね、ウィザードを入れたらね、陸編成に全然なれなくてね、めちゃめちゃって感じだったんですが、こっからですね、この辺りからね、エクヒーライダー始めていって、こっからもう全部全開なんですよ、これ。すごくないですか、これ。7分前に事故りましたが。はい。これはちょっと見ないことにして、なんとね、一回も全開逃してないんですよね。っていった感じでね、今回は、アタックをね、見ていきたいと思います。さあ、早速見ていくんですけれども、このね、クイヒーライダー、結構ね、ドラゴンライダーはバルーンの大型って感じなんで、まあ基本的には、まあバルーンとね、防衛施設対象なんであまり変わりません。というのもね、クイヒーラバルもクイヒーライダーも結構タウンホールね、落とすの大事になってきます。まあタウンホールね、ポイズン効果追加されてからめちゃめちゃ強いんで、これね、クイヒーでできればタウンホール落としたいですね。で、あとはヒーローがね、今回ね、なんかね、休んでたんで、これはすごいラッキーでしたね。で、もしヒーローが起きてる場合は、片方はクイヒーで処理したいです。で、もう片方は、トームにね、このストライカー3体持ってきてるんですけど、トームと一緒にね、ストライカーを混ぜることでね、1体ヒーロー処理ができます。ということで、見ていきましょう。で、今回ね、タウンホール、クイヒーで狙っていくんですが、そのままね、タウンホールクイヒーで狙っただけじゃね、シングルインフェが3本あるんで、これね、フリーズとかが大量に必要になってくるんですよ。なんで、これでどうしたかっていうと、あれ?まだ出ない。らい長いですね。どうした?よいしょ。ちょっと飛ばしまして。はい、来ました、来ました。どうしたかっていうとですね、まずクイヒーいつも通り出していって、スーパーウォールブレイカーで壁開けのバルーンでホーミングチェックしてるんですが、これでね、さらにね、はい、ここ。横もね、開けてね、ババキン入れていきました。ババキンにね、ちょっとタゲ取らせてる間には着衣で壊すといった形になります。で、さあ、ウォールブレイカーでね、2層目も開けていって、これで一旦フリーズで止めてね、その間に、着衣で攻撃と。で、ここからタウンホール叩くことができますね。で、ババキンはね、もうシングルインフェにどうせタゲられてるんで、早めにアイアンフィストを使っていきます。そしてね、こんだけババキンでね、周り固めちゃえば、着衣ね、結構タウンホールって火力高いんですが、レイジはね、あんまりなくて済みます。で、ここね、できたら右側が嫌かったんですが、まあまあまあ、上に行っても、よし、ということですね。はい。さあ、そしてここからクイヒーライダー始まりました。クイヒーライダーね、気持ちね、ラバルより早めの方が時間切れがない気がしますね。で、一旦対空砲とかシングルインフェですね。ま、バルーンではね、マルチインフェが弱いんですが、はい。ドラゴンライダーではね、シングルインフェの方が弱いということで、シングルインフェしっかりとフリーズで止めていって、今回ね、はい、投石機とイーグル砲が当たるところで、トームかな?トームかけていきました。で、上からロイちゃんですね。ロイちゃんで上から合流させていって、上結構火力が薄いんで、ロイちゃんが伸びますね。そしてね、ロイちゃんみたいな、そんでと同じ感じで、左から、はい、ボマー出していきました。これもね、もう火力薄いんで、ボマーがもう、めちゃめちゃ刺さりますね。で、これね、後ろをね、はい、ストライカーがね、今回ヒーロー、相手のヒーローいなかったんで、ストライカーで金庫タンクとかね、回収していって、こんな感じで全開を。
いった形になります。はい、といった感じでね、結構ね、これ回収がね、タンクとか金庫とかエリクサータンク残ってるんで、まあ、ガーゴイルの回収もね、早めにするのが大事かなと思います。ボマーの中身はね、ちなみにドラゴンも入ってるんで、これでね、もしヒーロー処理ができなかった時とかに、使っていきます。ではでは、次のアタックに参りましょう。さあ、続いての村はこちらですね。はい、なかなかね、ゴールド80万とかでね、結構馬村だったんですよね。ではではでは。で、これ、ババキンね、こっち入れていって、アチャクイね、ワンチャン狙えるかなと思ったら、さすがにカットが甘くてね、狙えなかったってところです。はい。で、今回もアチャクイをね、入れていって、ダウンホール叩いていきます。ダウンホールをね、アチャクイクイヒーパートで落とせると、かなり大きいです。で、これね、僕の結構特有の攻め方でして、特有なのかな、まあ、知らないんですけど、エアスインにね、向かってガンガンクイヒー進めていくタイプで、で、ちょっと油断してたらね、はい、クイヒー、クローク使わされました。これがちょっと失敗だったかなーって感じです。これね、インビジとかね、欲しかったですね。で、こういうエアスインに2機、飛ばされてる時って、まあ、エアスインね、2機フリーズで1機に止めることはできないんで、こういう時にね、自身にね、アチャクイともに、ヒーラーともにね、インビジかけてやるとね、一発で、回避できるんで、すごいインビジね、結構おすすめです。でさ、ここら辺からね、ドラゴンライダー始まっていきました。で、ここね、相手のね、ロイちゃんに食い火がちょうど当たるんで、インビジかけといたんですが、絶対いらなかったです。で、ここ、アチャクイもね、結構ね、ババキンでそこそこ削れてたんで、ストライカーね、トームなしで、倒していきました。そしてちょっとね、ボマーさせていきます。さ、そしてレイジのトームでね、これね、いまいちね、ラバル使いから見るとドラゴンライダー大型ユニットに慣れてないんで、結構ね、どこまで伸びるかっていうのが不安にはなるんですが、意外とね、しっかり中まで残っていってくれます。で、ここ左テスラ森ですね。テスラ森がなかなか厳しい。で、これね、クイヒー落ちたんで、クイヒー側にインビジの方が良かったかもしれないんですが、まあこんだけあればね、ちょうどヒーラーがね、ロイちゃんにスイッチしてくれたことによって、ドラゴンライダーがヒーラーにのタゲ、なんて言うんだ、シングルインフェがね、ヒーラーにタゲったと おかげでドラゴンライダーが生きたといった感じです。で、これでね、もう、あとは待つだけ、松平さどのぶだね、といった感じで、はい、またね、クランジョとかタンクとかね、中に残ったんで、これね、結構時間がね、まあ、ギリギリになることもあるんで、まあ、ドラゴンライダーはね、まあ、食い火でそんなに頑張らずにそこそこで、のタイミングで出していきましょう、ってな感じで全開です。それでは、本日のまとめに入りましょう。はい、本日はですね、クイヒードラゴンライダー紹介していきました。ドラゴンライダーはね、クイヒーラバルと、まあ似たような感じなんですけど、違った点としては、大型ユニットになりますので、マルチインフェよりはシングルインフェの方が苦手かなといった形です。で、クイヒーパートでできればタウンホール落としたいですね。もしね、タウンホールを落とせなかった場合は、突撃艦のケアなんかがいいと思います。というのも、結構ね、ポイズンかかるとドラゴンライダー一気に落ちてしまうので、まあね、そこら辺はね、タウンホールなるべく狙いたいところです。なんで、ウォールブレイカー、やっぱり安定するのは3体ですね。で、まあ、シングルインフェとか大空砲とかフリーズで止めつつ、で、ヒーロー処理に関しては、まあ、クイヒーでできる分はしていって、残ったヒーローはね、グランドウォーデンの、どうですかね、投石機とイーグル砲の着弾を、トームで守りつつ、それと同時にストライカーも出すことで、まあ、20、30でね、トームを生かしていくという形が強いと思います。結構ね、クイヒーラバルなんかでもストライカー、後出しのね、トームでヒーロー処理っていうのは結構流行ってるんでね、ぜひぜひ練習してはいかがでしょうか。ということで、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。